パッと出てきますから、ね、こうパパッと出てきてです、こうサササササってこう探せるのがいいですね。こうサササササッと探せるのがいいですね。久しぶりに大きい箱が届きました。ついさっき佐川さんが持ってきてくださったんですけれども、これも何が入っているかに関してはもう僕は分かっちゃいるんですけれども、開く PC バッグですね。これを買うまでに逸話がありまして、実はこの開く PC バッグを作った石田正樹さん、この開く PC バッグを作った石田正樹さんに、実はですね、たまたま都内某所でなんかポロポロ落ちてきたな、たまたま都内某所で僕実はお会いしちゃったんですよ。ネットで成功しているのはやめない人たちであるの著書の石田正樹さんですけれども、間違えました、石谷正樹さん。たまたま読んでる時に石谷正樹さんにたまたまお会いしまして、いいでしょう、この本にサインしてもらっちゃったんですよ。本にサインしてくださいって言って、自分の名前の上に小さく名前を書いてくれました。本当ね、本当たまたまこの本読んでた時に、都内のイベントで、あれ、この本書いた石谷さんじゃねと、ブログ見たいもんの石谷正樹さんって言ったら、ブロガーとして有名な方ですので、ぜひですね、チェックしてみてください。ということで、もう、その作った本人に会ったのもきっと何かのご縁なんだろうと思って買ってしまいました。結構高いんです。ブログ見たいもんの石谷正樹さんが監修された、スーパーコンシューマーから出てるのかな、開く PC バッグ。この同封されているカタログにも書いてありますけれども、開く PC バッグ、必要なものにその都度アクセス、ペン立てみたいなバッグですというふうに書いてあります。ここ取っちゃいましょうか。よいしょ。はい、ではですね、なんか黒いものがいっぱいあってどれかわかんないんですけど、これですね、この開く PC バッグをちょっと細かく見ていってみましょう。まずですね、ファスナーを開くと蓋が倒れて二等辺三角形のバッグが開いた状態をキープします。中はこんな風になってますね。こう仕切りが1、2、3枚入っています。なんていうか分かんないですけど、このふかふかしたところにこの仕切りがですね、こうピタピタっとこう貼れるようになってるんですね。で、一番大きいここにノート PC の13インチの MacBook Air が入るようになるので、はい、この前の生放送ライブでですね、大失敗しました MacBook Air を13インチ、これちょっと入れてみたいと思います。スポッ、全然余裕ですね、全然余裕で入りますね。で、さらにもう2つここにですね、ポケットがあるので、ここにはですね、iPad mini だとかですね、10インチ以上のタブレットが入るっていうことになってるようで、のでスポッと入るんですね、ここにね。あ、入りますね。まあ、これ入るけど使わないな、出しとこう。そしてこの大きいメインのところにはこうやってですね、一眼レフカメラなんかがこうスポッと入っちゃうんですね。こうスポッとね、仕切りをこうペタッとこう貼り付けるわけですね。はい、すごいシンプルですけどこんな感じになりますね。で、まあなんかちょっとこっち側にはこうお茶かなんかを入れといてですね。で、普段こういう、これ僕が普段持ち歩いてるこれノートなんですけど、こういうノートもギリ入るかな。はい、あ、これギリ入るかな、入んないか、ノートは。ちょっとこれこれきついか。あ、このノート持ち歩けないとちょっと痛いな。本当だったらここになんかスリットがあってこっちにもこう入ればありがたかったんですけどね。まあちょっとね、 MacBook Air さん専用にはなくなりますけど、まあこれでも使えなくはないですね。それでも ここにスペースが空いてるんで、これありがたいですよね。ここのスペースはこうなんかあった時用にね、こういうものをこうさっと忍ばしとくとちょっとね、バッチリ入りますね。ただちょっとね、これがこのまま入ってるとちょっと怪しいので、こうしてですね、こういう怪しくないようなものにですね、こうさっとこう隠してですね、はい、そしてですね、こう入れるわけですよ、ここにこうやって、はい、誰もまさかこの中に拳銃が入ってるとは思わないわけですから、そしてこうやって閉めちゃうんですね。バッチリ入りますね。で、まあ外側にこうもう一個ファスナーがあるので、ここにはですね、こうよく使う財布だとかこう携帯なんか入れとけばいいと思います。肩にかけてみるとやっぱりここがいいですね。結構いろんなものを入れてもね、なんかそんなに重量感がないですね。何よりもこれがパッと出てくるっていうのがいいですね。こうパパッパッってこう出てくるのがいいですよね。こう立った状態でこう見れるっていう、パノラマで見れるっていうのがすごいですよね。こうパパッと出てきますからね。こうパパッ
と出てきてですね、こういろんなものをこうさささっとこうオープンで探せるのがすごいいいですね。ということで石田正樹さん監修によるペン立てみたいに使えるバッグ、開く PC バッグのご紹介でした。現在このチャンネルでは平日を中心に動画を更新しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。